こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。転売の不業のお小遣い稼ぎについて質問です。子供だけでやるのは大丈夫でしょうか中学生です。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。YouTube から質問来ましたので、ぜひ回答させていただきます。未成年でもメルカリでは、親権者の同意があればできます。ですので、 出品はできます。もちろん、中学生や小学生の可能なので、まあ、参加することはできます。ですが、未成年のみの取引は、法律上禁止となっていますので、ぜひ、注意してみてください。はい。あとですね、こちらの方を見ていただくとわかるんですけど、こちらですね、メルカリから伐採した文章です。 で、こちらを見ていただきますと、こちらですね。ユーザーが未成年者である場合は、神経者の動画、海に関して、まあ、こちらですね。こういった風に出てますので、絶対に、えー、親のさんの同意が必要になりますので、ぜひ、その点を注意していただけばいいかと思います。では、ぜひね、あの、興味ある方はやってみていただけばいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル。 10万円稼げるマルヒマネアをプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニッケルンスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。